はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トライアングルストラテジー、前回ですね、アブローラ追撃戦で、まあ一回全滅してしまったんですけれども、まあ街をねちょっと燃やして無事、迎撃することができましたというところで、先へ進んでいきましょう。ウォルホート家は勝利した。アブローラ将軍率いる公国軍は傷つき、グリンブルク王都へと帰還。家中のロランは己のために犠牲となった将兵や民を思い、声を押し殺して泣いた。グリンブルクはすでに無力である。だがその血脈には確かな意味がある。ロランに流れる王家の血をめぐり、陰謀と思惑がノゼリアを赤く染めている。第8話前編、風見の旗。ウォルフォート城、シモンが倒れ、新当主としての責務に追われるセレノアのもと、意外な来客の知らせが入る。で、こっちハイサンド大峡谷か。七聖寺の会議。じゃあちょっとサブからやっていきますかね。アンナちゃんが向かったって言ったけど、まあここまではさすがに来ないでしょう。広告は本気でグリンブルクを食うつもりらしい。だが爪が甘かったな。ロラン王子はウォルホートへと逃げ込んだ。共同採掘などと持ち上げて、その下の根も乾かぬうちに殺しやがる。しかもロラン王子の首には懸賞金ときた。無造無造の者どもが今に動き出すぞ。広告のやることだ。今に我が国にも牙を剥く。捨ておけん。良い機会じゃないか。煙鉄大戦でうやむやになった立場をはっきりとさせてやればいい。そうだな。大きな戦果となる前に火種を潰しておくのはやぶさかではない。つまり戦争を始めろとおっしゃる。まあそう興奮されるな、おのおの方。確かにこれは二国だけではなく我が国をも巻き込みかねぬ由々しき事態。しかしそんな時こそ教皇の声に耳を傾けるべきでしょう。いや、なんなんマジ教皇って。じゃあウォルホート行きますか。来客。シモンの部屋。父上、いまだお目覚めにならないか。相談したいことが山ほどあるのだが。セレノア様。父上に弱音を聞かせてはいけないな。しっかりせねば。ご当主様、ベネディクト様、ご来客です。誰だ。シルビオ・テリオール様です。セレノア様に折り入って話があると。御三家の一角、テリオール家の当主が。すぐに向かう。通しておいてくれ。はい。次から次へと舞い込みますな。まったくだ、休む暇もない。セレノア様、あなたは当主としての務めを立派に果たしておいでです。シモン様もその姿を見れば目を細めて喜ばれるでしょう。お前が支えてくれるおかげだ。引き続き頼むぞ。
普通にやってきたな。シルビューが持ちかけてくる提案、セレノは大きな選択を迫られること。これ天秤、あああるね、天秤になってんね。前編で多分道を選んで後編につながっていくっていう感じか。こいつの提案次第だな。議場、グリンブルク王国御三家で手を組み王国への抵抗を宣言する、それがあなたの希望ということですね、シルビオ殿。さよう。この戦いの大義は我らにある。だが広告を恐れるあまり拳を振り上げられない者もいる。彼らを束ね強い力を生むためには御三家という太い絆が必要だと思わんか。テリオール領はすでに戦の準備を終えている。我が領に集い反撃ののろしを上げよう。もちろんロラン王子の安全も保証します。なるほど、悪くない策です。何より戦の準備ができているのはありがたい。御三家のもう一角であるファルクス家、ランドロイ殿はどうだろうか。彼は断らないだろう。グリンブルク王家に熱い忠義がある。ええ、炎徹大戦で得た豊穣な地で散々良い思いをしたのは彼らですからな。炎徹大戦を終結に導いた御三家が再び結集するか、願ってもない申し出だ。また我らに力を貸してくれるとは。確かに助けは必要ですが、まだ戦うのですか。おや、あなたの兄上の暴挙が掘ったんですよ。よく人事のように言えますね。彼女は私の言い名付けです。エスフロスト公国の横暴とは無関係だ。そうでしたね、失礼しました。しかしあまり時間はございません。ここで返事をいただきたい。シルビオ殿の提案に乗るか否か、ご当主様どうなさいますか。新年の天秤を出してくれ。みんなで議論しよう。っていうかシルビオどうしたって感じだよね。こんな積極的だったか、なんか裏がありそう。どう捉えるべきか。いやーめっちゃ裏ありだよな。テリオロロール領に向かう提案を断ったらただどうなるんだ。ベネディクトが慎重だな、放流になってる。まあ一応話を聞くは聞こう。セレノア、懐疑的、多く味方が欲しい、グリンブルケ御三家。まあ確かにね。いや説得は別にしなくていいや。まあ提案には乗っておくか。ってことはフレデリカ様とかここら辺、私は話せば分かってくれそう。セレノはどう考えてますか。どうも考えてねえよ。御三家同士が手を結べば兵も領民も士気が上がる。まあそれはあるよね。確かに。まあ御三家協力してやっていこう。ああまあそれはあるよな。広告が動いていてテリオロル。でも一応自分でなんか裏がありそうだけど、一応テリオールは自分で出した結論っぽいからな。いやどうなんだこれ。まあこれだな。ですが広告はまたすぐに攻めてくる。戦いを避けることはできない。大きく揺れた。セレノワ様、
さほど多くはない。まあそりゃそうだよね。信頼に足る方ならいい。いやそんなあんまり信頼はしてないけどね。うわ、物資の不足が深刻。ウォルフォートだけでは取れる柵が少ない。まあそうだな、ジーラを考えている。セレノア殿、ウォルフォート軍はかなり消耗している。戦力補充を行うべき。テリオール家の忠誠心は疑わしい。シルビオの提案をどう思っている。まあちょっとこれにしよう。一番下、確かに御三家が集うことは頼もしく感じる。いやっていうか、まあ、あいつよりファルクスだよね。どっちかっていうと欲しいのは。ロランの手配書、エスフロストがばらまいた手配書が気になる。私はロラン様に味方を増やして差し上げたい。まあそうだな。しかし、まあ、都合が良すぎるとは思う。それはある。ランドロイドのだったら何も不安はない。うーん、そうなんだよね。意志は固まりました。そうなんだけどさ、ベネディクトはだと思ってんな。テリオール家の狙いはある程度見当がつく。利用して我々の利とすればいい。あ、そうなんだ。まあテリオール領に向かおう。じゃあ若様の意見、まあどんな手を打つにしろ戦力は必須。御三家同士で手を結びたいよね。ウォルフォートだけでは取れる策も限られる。全面的には信頼していないシルビオ。そこなんだよね。下がないな。まあ用心していきましょう。おお、ベネディクトは考えてる。じゃあもう天秤行きますか。投票、これで前編が終わるのかな。投票を始めよう。テリオール家の提案に乗るか否か、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。ちょっとあの早めに行きます。意志は固まりました。ちゃちゃちゃっと信念の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。毎回思う、どっち。いやでもこれはもうそうだよね。テリオール領に向かうね。だいたいこれもコントロールはできるな。道は定められた。あれ、ちょっと待って、早送りしちゃったよ。おお、御三家協調の法は傷ついたグリンブルク王国の民に響きましょう。ではロラン王子、後ほどウォルフォート家と共に我がテリオール領へおいでください。うむ、世話になる。よろしく頼むぞ。はい、このシルビオ・テリオールにお任せあれ。それでは私は一足先に戻ります。決起の宴の準備をせねばなりませんからな。こんな状況でも宴をやるんだ。まあ士気を高めるっていう意味では宴などする気分ではない。そうだよね。どうしたベネディクト。いえ、もう頼りはベネディクトだな。風見の旗終わり。このまま続けていきましょう。後編も。孤立するウォルフォート家に
御三家の一角シルビオ・テリオールが教頭とロランの保護を持ちかける。提案を受け入れるセレノアだったが、シルビオは密かに関係を巡らせていた。誰も寝てはならぬ。第8話中編。やられた。やめ。そこまでだ、ルーフ。貴様の手下はふぬけ揃いだな。まるで歯ごたえがない。その不満はウォルフォート家にぶつけろ。奴らは私の提案を受け入れた。ち、つまらない方を選びやがって。汚れ仕事だ。報酬は弾んでもらうぞ。分かっている。貴様の出番は宴の後だ。ロラン以外は全員殺せ。はかられた。ウォルフォート城、アンナからもたらされた急報、セリラにとって無視できない。ああそうだよね、こっちの方行ってたもんね。サブストーリー、トラビスとトリッシュ、盗賊親子、ある人物に賞金がかけられたと聞いて狙ってくるか。まあ恨みもあるしね、こいつらにとっては。グリンブルクがエスフロストに占領されちまうと人生先のことはわからねえな。エスフロストはロラン王子にすごい賞金をかけたそうだよ。と捕まえれば大儲けできる。王族を誘拐するなら面白いが、滅びかけの国の王子ってのはな。差し出したら命はないだろうしね。賞金は魅力的だけどな。賞金は魅力的だけどね。おお、なんかちょっとはやっぱり愛国心みたいなのがあるのか。でホワイトホルム城、グスタドルフ、次の策を進める。総帥、どうかウォルホートとの再戦許可を。次こそは勝利してみせます。ウォルフォート家にはすでに次の手を打った。ちょうどいい駒がすり寄ってきてな。やはり警戒すべきは身内ということだ。アブローラ、お前は残る御三家ファルクスを落とせ。ファルクス家当主のランドロイは音に聞こえた弓の名手。煙鉄対戦時、お前の死に文字通り一矢報いた男だ。勝てるか。必ずよ。さてウォルフォート城やりますか。シルビオ殿がエスフロストと接触していただと。はい、先日自らホワイトホルム城へと出向いたそうです。テリオール寮に忍ばせた複数の患者から同じ情報が入りました。風見鳥とまであだなされたシルビオ殿のことだ。となるとおそらく目的は一つ。ロラン王子を保護すると見せて
エスフロストに差し出すつもりか。さらにテリオール家はルーフーという用心棒を雇ったようです。何者だそいつは。英雄殺しと名乗る賞金稼ぎです。大義も忠義も持たない無頼漢ですが、実際に名だたる武人を何人も討ち取っています。侮れない戦力かと。そのようなものまで。シルビオ殿は本気ということです。我らも対策を講じねば。わかった、皆を集めよう。シルビオの申し出は俺を捕らえるための罠だというのか。残念ながら彼はすでにエスフロストと接触しています。ただエスフロストに降伏しても侮られるだけ。手土産が必要だと考えたのでしょう。王子をまるで物のように。なんと恥知らずな。今は誰も信じられる時ではない。本当にそうなのですね。まんまと乗せられたな。いや、悪い選択ではなかった。もし誘いを断ったら直後に攻め込まれていたはずだ。はい、ヴォルフォート城の近くに多数の兵士が潜んでいた痕跡がありました。なるほど、二段構えの策だったと。さすがは風見鳥、したたかですね。ご当主様、ここは先手を打つべきです。もしやシルビオ殿を撃てというのか。罠と分かれば利用できます。手段を選んでいる場合ではありません。すでに戦いは始まっている、そういうことだな。はい、敵の目的はロラン王子の確保。我々をはめた以上確実な手段を取るはずです。であればおそらく。結構意外とこう動き回れるよね。まだここしか主に占領されてないのかな、エスフロストには。こっちとか別にまだ戦力が向いてないのか。ファルクス領はもう全然だもんね。ファルクスと合流すべきだよやっぱり。まとりあえず、先手を取りましょう。何するか知らないけど。これでようこそロラン王子セレノア殿。約束通り宴の用意をいたしました。テリオール自慢の葡萄酒で結束の杯を交わしましょう。うん、ぜひ。感謝しますシルビオ殿。ロラン王子もうご安心召されよ。我ら御三家は必ずあなたを守り抜きますぞ。な、ああ。かなりお疲れですな。それとも葡萄酒がお口に合いませんか。いや、葡萄酒がうますぎてな。さすがテリオールさんだ。でしたらもっとお召し上がりを。皆様もご遠慮なく。はい、いただいております。こんなに美味しいお酒は初めてです。こたびの戦いの犠牲者に献杯を。乾杯。栄えある御三家の絆に。
ここで気を抜くわけにはいかない。今のうちに町の構造を把握しておこう。手料理量の誇るブドウ酒、宴はこれから楽しまれてますかって。一応楽しむんだ。飲んだふりをしながら今のうちに戦の準備。にぎやかな宴、すげえ。ただみんなどうやって飲んでるふりをしてるんだろう。だってブドウ酒は減ってなくないんだって。飲んでないんだからさ、捨ててんのかな下に。下に行けるなこれ。あ、こっちよりはいけないか。あ、なんか向こうに人がいる。良きブドウ酒、兵士。飲まれても顔に出るし、ほんとに。ここなんかありそうだったよね、今。スパイス。あ、なんだこいつ、こんなとこにいたの。タカがいる。基本的には酒は断ってる。アンナちゃん。御三家同士が争う。まあ、しょうがないよね。当主として戦いから逃げるつもりはない。まあ仕方がないよ。いや頼り、めっちゃ頼りにしてるよ。こちら辺には何か起こってないのかな。金とかあまり行けるところが少ないな。家の中とかも行ける、行けるな。なんかある。お、一般じゃん。ノゼリア見聞録見てねえな。1100円、金はパクっておこう。俺たちを罠にはめたその報い。じいさん、煙鉄大使ウォルフォート家の武器に憧れている。演壇の直後、エスフロストが進行。裏切りの件を知らされていない。私はまだ独身。フレデリカ様のような伴侶を得たいと思っている。結婚は人生の墓場とか。うん、まあ普通にいいやつだこいつは。もったいないお言葉ありがとうございます。良き伴侶だよマジで。フレデリカ様は子供、甘いぶどう。ああ、おやつでもらえる、いいね。お、塩と魚を、あ、酒器に追記しました。兵士としてこの地を守っている。今日はどこか浮かない顔をしている。障害の温かいぶどう酒を作った。知らされてるやつと知らされてないやつがいるのか。まあそりゃそうだよね、一人だけで進めるわけないからね。末端にまではちょっと情報は言ってないっていう感じか。ルーフすげえ普通のおっさんの会話だな。溶け込んでいる。それがプロというものか。こっちはこっちからか。回収回収、とりあえず500円、見聞録6巻、猫を。何これ。マジで猫が多いな。あっちはいけないかな、下までは。じゃあとりあえず一旦大丈夫かな。探索終了。シルビオに怪しまれる。素敵なブドウ酒だ。飲みすぎではないですか、ロランオチ。ブドウ酒を堪能いただいたようで、そろそろお休みになられては。数時間後、
ロラン王子、本当に酔いつぶれていないでしょうね。まさか。なかなかの演技だったろ。油断は禁物、本番はこれからです。分かっている。そろそろ奴らも動き出すだろう。赤くなったテリオルの町12の前にファラックス、マジでどうしてるんだランドロイ。ランドロイの館。お館様、テリオール家の裏切りは事実でした。シルビオ殿はウォルホート家を騙し討ちにしようと企んでいる模様です。グリンブルクを守るべき御三家は相争うか。実に愚かだ。輝かしきグリンブルクはもうない。再びあの時代が戻ってくる。醜い闘争の時代が。親方様、エスプロスト軍が領内に侵攻、無条件降伏を迫っています。弓を持て。御三家最後の武勇はこの私が示す。御三家完全に分裂したな。ちょっとまた爪状見ます。じゃあちょっとあの2人目のクラスアップはエラドールにします。ガーディアンにする。物理カウンターとか多分覚えるよね、レベル上がれば。これでもうどんどん前線に出していこう。まだまだ鍛えるぞ。ガードマスターだとめっちゃ上がんな。移動力が上がってほしいんだよね。ま、2人目はこれで OK でしょう。セレノアの武器ランクが上げられんな。白銀の剣にしよう。これで上質は2つあるか、まあ、攻撃力を上げていきましょう。どん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 。でレベル1のやつは結構使うよな。鉄鉱石はもう買い尽くしてあるからな。でもこいつもなんだかんだで前線に出るからね、ヒットポイントはあった方がいいんで使っちゃいます。次は10個必要なのか。ロランもなんだかんだで出るから、まあヒットポイントだな。よし、これでちょっと鉄鉱石系は使い果たしちゃったんで、材木、筋力か。まあ確かにな、1上がると攻撃がどれだけダメージが変わるのかだよね、本当に。繊維か、繊維全然足んないな。まあこんなもんでいいかな。ここはあ、逸話が出てる。ジーラはふとしたことである人物と自分が似た者同士だと気づく。こいつか。おや、外で鍛錬していたのでは。日がない一日鍛錬しているわけではない。たまには休憩も必要だ。グリンブルク王国親衛隊心得その1、王家に仕える者、体調は常に万全である。いいですね、それ。公国侍女の掟その2は、思考常に明瞭にしてお使いする人の先を取るべしでしたよ。なるほど、どうやらジーラと私は似た者同士のようだな。あ、ジーラとヒューヘッドが似た者同士ってことね。お互いに主を支える立場というわけですか。ここだけの話、王家のおそばで使えるのは大変だなって思う時はなかったですか。
いろいろ無茶ぶりをされてやってられないと思ったりとか。何を言う。私はそんなこと一度も思ったことはないぞ。そういうジーラはどうなのだ。あの広告の中で地位を得る大変さは想像に難くないが。どうだったかしら。もうずいぶん昔のことのように感じるわ。つかみどころのない人だ。ジーラと話すといつも調子が狂ってしまう。似た者同士だ。ジーラの昔話を聞かせてくれないか。私は昔から力を持った誰かに使われるのではなく、自らの力で国を動かしたいと思っていたんです。というと。聖ハイサンド大峡谷生まれの私は異邦院で学び、そこで得た知識を人々のために役立てたいと思っていた。ですが秘密主義の異邦院では自由に学問を収めることは許されませんでした。がんじがらめの規則に嫌気がさして、故郷を離れエスフロスト公国に向かったのです。エスフロスト公国の大書院では自由な研究が認められていたし、私にとっての理想郷でした。世界のすべてを知りたいくらいの勢いでがむしゃらに勉強していたある日のこと。お前がジーラか。あ、はい。大書院始まって以来の主催と聞くが本当か。それは分かりませんが、誰よりも努力はしているつもりです。なかなかの自信だな。物怖じしないところも気に入った。お前なら役に立つかもしれん。総帥に合わせてやろう。一緒に来い。あの、それはどういう。黙ってついてくればいいのだ。悪いようにはせん。スバローグ殿の取り持ちで前総帥に謁見した私は、その場でフレデリカの教育係に任命されました。前総帥は娘であるフレデリカを気にかけてはいたのですが、正直扱いかねていたのでしょう。教育係を置くことで一定の重しになると考えたのではないでしょうか。なるほど、そんな思惑が。思いがけない成り行きに私は舞い上がりました。断る理由なんてありません。前総帥から後を継いだグスタドルフは出自や血筋など気にしない実力主義者でした。だから私はフレデリカの教育係を糸口に出世して、いつかエスフロストを動かす力になると誓ったのです。それがフレデリカとの出会いです。正直あの時はこれほど長い付き合いになるとは思ってませんでした。そして今はこんな状況でウォルフォート家にいる。本当に人生ってどうなるか分かりませんね。いや、普通にただの昔話だったな。じゃあテリオール決着をつけよう。結構な数の兵士がいるな。よし、そろそろ薬が効いた頃だ。ロランだけは殺さずに捕らえろ。他は全員殺せ。
前たち、なぜ動ける？眠り薬入りのブドウ酒を飲んだはずなのに、ですか？お前の愚策など、とうに見抜いていた。ブドウ酒は全部、懐に隠した皮袋の中だ。おのれ、小細工を！お互い様だ。テリオール公、いや、シルビオ、あなたはここで打ち果たす。それはこちらのセリフだ。あとは任せるぞ、ルーフ。おお、面白くなってきやがった。王子、敵の狙いはあなたです。無茶は禁物ですよ。分かっている。包囲を切り抜けて皆と合流しよう。これどういう配置になるんだ、味方。固定は固定なんだな。強制強制で、ホスハバラどこにいる。回復役はちょっといた方がいいよな。フレデリカ様とベネディクトか、どうなんだろうな。アンナちゃん、ヒューエット、ここも3人か。いやー、ちょっとジーラと交換しよう。回復はいた方がいい。本来だったらちょっとユリオも入れたいんだけどな。どうするか。ちょっと左側完全にガチガチに固めよう。アンナちゃん、おーと、そうそう、ここが手薄だな。いやー、ちょっと心配だけど、まあまあまあ、これでいきましょう。戦闘開始。テリオル領野戦。これはどういうルートで行くのがいいんだ。ロラン王子、それにウォルフォート家、本当に彼らと戦うのか。ああ、殺せ。奴らは敵だ。ロランは俺がやる。邪魔すれば貴様たちも殺す。俺のために苦渋の決断を強いたことを申し訳なく思う。セレノア、ロラン王子、それはあなたも同じはず。選んだ道を信じましょう。彼らを殲滅し切り抜けます。かかってこい。先陣使う。今日もこいついけんな。攻撃はしとこう。行くぞ。終わらせましょう。アンナちゃん、早い。こいつもいけんな。ガンガン切り込んでこう。ここは、ほら、押し切れそうです。いけいけ。はっ、押し切れそうです。行くぞ。からのここだ。ランス合わせます。後ろ、押し切れそうです。こっちにも行ったか。チャージ、超高材な。こいつ弓兵か。仕留めます。ロナンやっぱりちょっと耐久力低いな。あ、これいいじゃん。上取れるよ。ヒューエット、上取ると強えな。ヒューエット、ホッサバラどうする。これ上狙えねえか。正面から行くか。何払いってどうなの。横三末。あー、多分くるくる回るんだな。そりゃ負けられない。数は減らしとこう。とどめ。はい、合わせます。はい、っと、あ、カマフラ。どう攻めるか。こいつ上取ってるから結構いいかもな。攻撃力上げとこう。ヒューエット、王政に転じます。
王子やられたら終わりか。これちょっと待って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 、こんなところでやられるわけにはいかん。さあ、しかこっちに来たし、やったね。いやすっげえ食らうんだけど、やったね。ディフェンスダウン、冷静に行きましょう。これこっちさ狙える？回復魔法、範囲回復で行くしかない。これで回復しよう。皆さんちょっと助かった。いないけど仕事にかかります。これ上どうやって行くの？こっから登っていくのか、先にこいつを処理しないとちょっと面倒なことになるな。両術兵だから直す系だよね。まあそうだよな。当てるかよ。終わらせましょう。まあまあまあ、ちょっとまずは固まって動いてた方がいいと言えばいいから。なんか燃えんのこれ。炎よ。燃えてる。燃焼状態。火属性チャージ使ってくるか。やっぱり弓兵が鬱陶しいんだよね、屋根上にいる。この盾が破れるかな。後ろ取ろう。よっしゃ、終わらせましょう。アンナちゃん倒す。おいちょで、ステルスでもかけとくか。忍びます。まだいける。ロランやっぱりすげえ減ってるよな。どう行くか。本当はもうちょっとこっち行ってこいつなんとかしたいんだよな。ルーフちょっと減りすぎだよね。減りすぎ感があるから自分を回復しよう。50やろうかい。ベネディクト来るか。あっちなさい。サボっちまえよ。うわ強。仕留めます。あ、こいつ倒せんな。終わりです。決まった。まだいける。いいね。こいつは陣取ろ。ここにヒューエット。なんてこったよ。で屋根っていうか自分がまずこれ自分は回復できないの？元気出しなってどういうこと？あ、自分の周りを回復するってこと？こういう感じで。ユリアも触れていいかも。減ってねえかな。ちょっと死ぬかもしれない、ホッサーブラ。弓兵に囲まれるとちょっと厄介だしな。自分を隠しとこう。この手で行くかね。こりゃお祝いだね。チャージに。よ、来た。ウォルホートの名にかけて。なれ。侮れません。どうする？これなんか屋根の上とか。こっちかだと多分登れねえな。ベネディクトとかも結構まずい。ここにいよう。で、回復。今です。でこっち向く。やばいやばいやばい、死ぬ、マジで死ぬ。おっと、どう狙ってる？あいつは関係ないか。だってこっからは明日に降りれんのか。どうする？ロラン王子がマジでやばい。回復でホースハバラ。傷を癒す。ありがたいね。全力を尽くします。さてめちゃくちゃチャージされてんな。ま、狙えるやつは狙っていくか。植物遂行のために。ディフェンスダウン。攻撃系ではないからな。
争いを収めるために。でフレデリカさん、こいつ後ろ取られないように火魔法で、ここだな、もう焼き尽くします。強っ。いやー、挟んできた。ステルスで挟もう。やらせてもらう。もうガンガンに倒す。スキアリ。よし、倒しがいがありそうだ。ベネディクト、耐えてくれ。味わってやるよ。いってやってくれるな。でちょっとロラン様も減りすぎだろ、いくらなんでも。台使うか。もらうぞ。こっち行って大丈夫か。まあでもちょっと、きついからな。行こう。制してみせましょう。で、今狙えるやつとすれば、徐々に徐々にちょっとずつダメージ当てていく。85% か。まあいいや、高所から。あ、高さ補正。かかってこい。で、近くのやつを倒していこう。体当たりでさ、これ、下を突き落とせんのこれ。落下ダメージ。熱っ。やったろうじゃない。ユリオも減ってんな。フレデリカ様も減ってるから、こうで元気を出しなさい。こっからこっから。これで戦えます。自分は回復しません。どこから攻めるか。で、できればこれ後ろ取ってるわけではない。いや、どういうあれ今。回復魔法うっとうしい。侮れません。ベネディクトもちょっとここで耐えるしかない。回復台がもう1個じゃなくて3個か。今です。もうほぼ100くらい食らうからな。いったい。やったな。反撃しろ。弓、フレデリカ死んだ。これマジか。ちょっとジーラこっちで、こうだな。回復魔法うぜ。こいつまだマックスヒットポイント残ってんじゃん。挟まれた。これ死ぬ。申し訳参ります。ありません。こいつ挟んで倒すか。とりあえず数を減らす。もう一度どこへ飛びましょうか。暗闇でちょっとこいつは暗黒にできないかな。暗闇 36% か。どうなった。やろうかい。止める。やべえ、なんかどっか行っちゃった。あいつに近づくのは結構危険だからな。後ろを取ってまあ行くか。見たか。かかってこい。エラドールで倒す。どうだ。隙だらけです。で動こう。なんか後ろに散ったよ。こいつやばいよな。下に降りられねえかんな。もうどうにもできない。薙払い。さあ行くよ。薙払いの範囲も分かんねえ。負けないね。負けられない。終わりだ。悪く思うなよ。みんな導くために。赤いマフラー役立つ。シルビオめ、戦場にも出ず卑怯な真似を。もとよりそういう策だったのでしょう。今はこの場を切り抜けることが優先です。どう攻めるか。ベネディクト、ちょっとこっちから回るか。じゃあいい
やったね。うわこれおっと、もうタコ殴りだわ。で回復されるしさ、あいつの回復がマジでうざい。いや俺も、じゃあ行こう、ジーラちゃん回復、回復します。おー助かった。自利品だな。あっつ、こっちを狙ってきたか。じゃあこれ挟んでくるよな。パワーブレードマジで強いんだよな。やったね。仕事の時間です。この弓兵本当にどうにかならんか。アンナ向かわせるか、ステルスかけてこう。忍びます。どこへ飛びましょうか。さて暗黒や、徐々に徐々に減らしていこう。ルフしかし奪えば止めたんだ。やろうかい。どっち来た。あれ痛えだろ。厳しいな。厳しすぎだろ。ちょっと一旦引きつけよう。こっちにここまでで大体使うしかないよな。もらうぞ。やるしかないさね。ちょっと逃げながら、もうあんな街だなこれ。いやまあちょっともうこの手でいくかね。ここあるか分かんないけど50ずつで1個は取っておきたいからな。ベネディクトも、まあ、自分回復しておいて下へ降りるか。ちょっと待って、ウォルホートの名にかけて挟める状況にしておこう。この盾が破れるかな。よしこっち。だってあいつなんで後ろ向いちゃうんだ。やったね。やばれんなこれ。怖いですね。待って燃えちゃってるよ。でもまあいや、ああこれが私の役目です。この弓兵が本当にしくじっちゃう。厄介すぎて。一人で迎えるか。そもそもチャージ来た。制してみせましょう。で回復兵が本当に鬱陶しいから、まあ、ショートボでいいよな。ただ当たった。今倒しがいがありそうだ。来た。勝ち割ってやるよ。行くぞ。痛えだろ。あれこれなんでブドウ畑にも攻撃できるんだけど、よくわかんねえ。この野郎、いけるか。負けられない。挟む。ディレイソード使おう。受けてみよう。この野郎、手応えある。この立ち筋、わかったぞ。貴様がウォルホートか。いかにも、セレノはウォルホートだ。お前は例の用心棒。英雄殺しだな。貴様を殺して名を上げさせてもらうぜ。この盾が破れるかな。挑発って意味あるか。まあいいや、普通に攻撃しよう。俺行け。ガラ空きだ。手応えあり。アビリティしとく。物理カウンター。どう攻めるか。で後ろは取る。ここです。やはりそうでしたか。でこいつも
倒す。2ターンかかんな、やっぱりどうしても。こっちに来るか。ディフェンスダウン使ってないな。私のできることめんどくさ。ベネディクト、まあ、でもこいつ多分攻撃はしないからちょっとずつダメージを与えていくしかない。回復魔法風勢。誰？うわ、狙ってくんのか。制してみせましょう。いやだか、いやでいける。誇りを胸に勝つぞ。で、セレノアも防御減ってんな。もう徐々にダメージ与えてました。ない。いける。で後ろはもうマジで取られたくないから。こっちに行こう。負ける気はねえぞ。死にさらせよ。いってっ。いつ。慎重に。マジか。後ろ取れないな。こいつ殺すか先に。弓兵の射程に入ってんなここだと。ちょっと先にじゃあこっちか。こう、この盾が破れるかな。で、なんかアイテム使って攻撃しよう。まあ、火が2つあるかな。燃えよ。仕事の時間です。で、こいつはマジで倒す。仕留めます。で、もうこう上にも行こう。最善の手を。で、こいつはもう倒す。ようやくだよ。うわ、近づいてきてる。終わりましたね。で、セレノはちょっと横に行って一緒に回復をしたかったんだけど、ジーラ、コウの範囲回復のこれってできる。あ、コウだな。これが私の役目です。よし、オッケー。でこいつは攻撃はしてこないはずだからだよね。まあ、後ろ狙われるのはしょうがない。ベネディクト制してみせましょう。で、もうマジでうぜえからこの回復兵勝つぞ。ちょっと待って、ルーフここだから2段突きで、この槍を受けよ。この力を平和のために。で、もう絶対後ろ取られないのに。こうだな。負ける気はねえぞ。いやー、やばい。これやられと。きついけど、ここから攻めるか。で、回復されると本当厄介だから、まずこいつを仕留めとこう。終わりだ。カイマフラーで徐々に自分が回復していく。あんな仕留めろ。はっ。勝って意外に。こいつはまだ来るのに時間かかるかな。この盾が破れるかな。で、今どういうあれだ、ここにいるのか。まあ、盾で攻撃しよう普通に。どう攻めるか。ベネディクト挟めんなこれ。挟もう。敵を。ウォルホート家の未来のためにチャージ。仕留めます。で、ショートボウ、これいける。上取れる。ダメ。よし、決まったんですよ。くそ、ここまでか。覚えておけ、俺の名はルーフ。貴様を殺す男だ。逃げたか。貴重な戦利品。いや、ヒューエットいいな。高所取れるとマジで強い。で、この弓兵はハンナちゃんに任せたいけど、まあちょっと一回下に降りるか。すげえ、移動もすごいからな。厳しいですね。で、厳しくなっちゃってるから範囲魔法でこうだな。支えなければ。すまない。
行くぞ。早速食らってるし。でもノラもまあこの状況だったら攻撃に入って大丈夫でしょう。仕事の時間です。これ後ろ取れない。どうだこ、いや動けねえわ。はっ、残るな。さあ行こう。もうあとはもうガチンコ勝負だな。いや腕が鳴るぜ。エラドールはもういいや。勝利への糸口はベネディクトもまあまあまあ、ああ今だ使おう。セレノア準備は抜かりなく。さあこれいいよね。行こう。で後ろからで挟んでエレノア完全回復。行きます。なんか後ろ向いちゃってるけど。でヒューエットちょっと上行って狙えないか。高所すぎるってこと。届かないのか。じゃあちょっとこっちからこうだな。やあいつはもうマジでアンナちゃんに任せよう。行きますか。ジーラ回復届くか。届くわ。ヒューエット、これで傷ありがとうございます。成長を感じます。出番だな。なんか魔法系もいち早くラックアップさせたい気がするけどどうなんだろう。行きがけここだからの攻撃、まあ、半分くらいの攻撃力って感じか。あんなやっぱりもうちょっと火力が欲しいと言えば欲しい。それはでももう欲張りというものだよな。ディレイランスか。やったな。俺が相手だ。ちょっと上のこれロラン落ちかヒューエットで回収しておきたいんだよな。どう攻めるか。まあまだ全然余裕はあるから仕留めます。回復はお任せを。さあ行こう。倒しちゃうよねこれ。仕事の時間です。俺は負けん。あ、いけるいけるいける。回収しよう。情けは禁物です。さてじゃあ挟んでベネディクト、やらせてもらう。よし、これで全て倒した。シルビオを探し出せ。まあまあまあちょっと死者を出してしまったけど二等勲章を手に入れた。誰にしよう。フレデリカ様もあげたいんだよな。何の魔法を覚えるかを見てからにしよう。あれルフやられてんじゃん。こんなはずでは。勝負はついた。せめて自決を。それで御三家当主の面目は保てるでしょう。何が面目だ。そんなものにこだわったお前たちはどうだ。格好をつけてロランを差し出さなかったばかりに大軍に攻められ孤立し身内にも裏切られた。私を切ってもどうにもならんぞ。殺されるまでの時間がわずかに伸びるだけだ。時勢を見られなかったウォルホート家は自滅した。歴史にはそう記されることだろう。言い残すことはそれだけか。いや、まだある。今だルーフ。シルビア、追加料金を払えよ。役者だな。私が生きていれば御三家の名は残る。ウォルホート家よ、安心して滅びるがいい。あのしぶとさだけは見習いたいものだな。切り抜ける手段はきっとあります。ああ、滅ぼさせはしない。グリンブルク王家もウォルホート家も
誰も寝てはならない。終わり。あれ、これ中編とかじゃなかったっけ。シルビオ・テリオールはウォルホート家の前に敗れ去った。一方で勝利を収めたウォルホート家も度重なる戦いによって疲弊は大きく、グスタドルフ総帥の筋書き通り両家の勢力は急激に衰えていった。その裏では残された御三家の一角、ランドロイ・ファルクスがアブローラ将軍と相対していた。第8話後編、光と影。ファルクスのところにエス・フロスト軍が迫ると。逸話も出てんな。ちょっと逸話からやっていこう。エラドールとの会話の中でアンナは初めての任務を思いを馳せる。アンナ、長旅ご苦労さん。偵察も楽じゃねえな。別に、いつも通りの仕事だ。何か用か。いや、ただベネディクトのやつも気が気じゃないだろうなと思ってな。ベネディクト様がどういうことだ。そりゃお前、娘のように思っているやつに危険な任務をさせてるんだ。親なら誰だって心配するだろう。違うか。そういうものか。これまで考えたこともなかった。ベネディクト様は私を信頼してくれている。私にとってはそれで十分だ。なるほどね。本当の親なら子供を心配するものなのか。気になるのか、両親のことが。お前の知ったことではない。覚えているぞ。物心ついたばかりのお前が突然仕事を手伝いたいと言い出して聞かなかったのだ。理由を聞いても答えなかったが、両親の手がかりを探すにはもってこいの仕事だ。だがベネディクト様は反対された。そりゃそうだ。素人ができる仕事じゃない。奴もまさかお前がアーチボルトの手習いを受けていたとは夢にも思わなかったろうがな。結果を出して認められたのだ。家庭はどうでもいいだろう。ベネディクト様、ご報告です。我が軍の偵察兵1名が敵に拘束されたとのこと。そう簡単に機密は漏らさないでしょうが、いつまで持ちこたえられるか。こんな時に限って手が足りん。軍業を開くと編成を見直す。囚われていた偵察兵を助け出しました。怪我もなく無事です。なんだと、こんなに早く救出したというのか。あの、勝手なことをしたでしょうか。いや、よくやってくれた。アンナがいてくれて助かる。ありがとうございます。ベネディクトがもたもたしている間に連れ帰ってきしまうとは恐れ入ったよ。あの時の奴の顔は傑作だったな。で、肝心の両親は見つかりそうなのか。探すのを止めはしないが、
気になったな。引っかかる言い方だな。ひょっとして何か知っているのか。いや、これはお前の問題だからな。後悔のないようにするがいいさ。もう少しで手がかりが。さすがアンナちゃん、優秀だ。こっちはノゼリア山脈ふもと。セレノアに敗北を喫したシルビオ、必死の逃走を試みる。生きねば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 。まさか一人で逃げるつもりじゃないだろうな。ルーフ、一体何のことだ。報酬をもらおうか。何を言う、敗北者に払う金などない。約束が違うな。それはこちらも同じだ。何が腐敗の殺し屋だ。看板に偽りあり、詐欺だ。そうだ、詐欺だ。何がおかしい。払うか死ぬか決めろ。払えんものは払えん。だが私を殺してみろ。お前はウォルホートに負けたまま金ももらい損ねる。得など何もない。確かに一理ある。金ならすぐに稼いで払ってやる。だから殺すのは待てな。いいだろう。だが次に嘘をついたらその命ないものと思う。無一文になったのかあいつ。ではメインストーリー、ファルクス。亡きレグナ王に熱い忠義を抱いていることはよく分かった。敵ながら尊敬に値する。我が総帥の幕下に加われ。生き恥をさらせというか。貴公を殺すのは惜しい。甘く見られたものだ。ふさわしき王に我々は使える。たとえ御三家が滅びようとも。レグナ王万歳。テリオール家当主シルビオがウォルホート家に仕掛けた関係は失敗。両家の対決はシルビオが全てを捨てて逃走するという形で幕を閉じた。一方、ファルクス家は将軍アブローラの攻撃に徹底抗戦するも敗北。
当主ランドロイの死をもってその名脈を絶った。グリンブルク王国を支えた御三家、ウォルホート、テリオール、ハルクス、その三本の矢のうちの二本がエスフロストの鉄槌によって折られたのだ。残る一本の矢、ウォルホートの受難の日々は未だ続く。グリンブルク王国御三家のうち二つが消えたか。エスフロストの侵攻には驚かされたが、面白くなってきたな。ウォルホート家は主家と同胞を失い孤立しました。今こそ我らの策を実行に移す時かと。よし、ウォルホートに餌を与えよ。暗いすぎて動けなくなるほどたっぷりとな。承知しました。これで煙鉄大戦以来の名家もストルスレイ様の影響下に入ることになりますな。彼の地はノゼリアの要衝、あれを運ぶのにも大いに役に立ちます。我がエンデ家はますます栄えるであろう。力づくは能なしの戦い方。私のような知者は戦わずに勝利するのだ。若様、ハイサンドの七星人ソルスレイ殿から使い鳥が来ました。我らの苦境を知り、ぜひ物資や資金を送りたいと。ありがたい申し出だが、なぜ今の我々に手を差し伸べる？何か意図があるのでは？はい、残念ながら善意だけで動く者はハイサンドの七星人にはなれません。しかもソルスレイ殿は他国との交流にずっと冷ややかな態度をとっていた人物。この援助は我々に恩を売り、ウォルホート領に影響力を持つための布石と思われます。やはりそうか。しかし傷ついた民や兵を癒すには物と金がいる。申し出を受けよう。裏があろうとも体制を立て直すことが先決だ。かしこまりました。ソルスレイ殿への対策は追って考えましょう。まあ、どんくらい援助してくれるかによるよね。こっちもサブガーのホワイトホルム城、グスタドルフが次に思うことくらいかな。今下の方って神領って出てる神の領域、あ、もともと聖ハイサンド大峡谷が神の領域ってことか。じゃあホワイトホルム城、ファルクス領攻略ご苦労だった。おいさらばえてなお強し。彼らは誇り高き強者たちでした。ファルクス公も愛する地で最後を迎えられてさぞ満足だろう。煙鉄大戦からすでに34年、古い時代とともに眠りについてもらわねばな。時にアブローラ、お前も少し休め。恐れながら、どのような意味でしょうか。戦続きでは兵の士気も下がろう。ウォルホートを野放しにしておくつもりですか。彼らはロラン王女を擁したままです。我らにとって不都合では。
ロランが決起したところでろくな諸侯は生き残っていない。単独でもウォルホートは侮れません。全大戦で彼らはあらゆる大国の予想を超えて戦局を変えました。そのウォルホートもすでに死にて、彼らはもはや駆られる側だ。それともアブローラ将軍、私のやり方に不服があるとでも？いえ、失礼します。じゃあウォルホート城、思い詰めたロランのある申し出にベネディクトは衝撃的な言葉を返す。ロラン王子、話とは？ウォルホートを出たい。セレノア様を説得しろと。そうだ、新年の天秤で決めたことを蒸し返せば、奴は黙ってはいまい。だが民は疲れ、表情は暗い。この城も同じだ。皆で決めたことです。だが俺が原因であることは明白だ。責任は俺にある。責任を取るとおっしゃられるなら、私に一つ考えがございます。申してみよう。その手の指輪を捨てていただきたい。王家の証である指輪を？一体何のために？あなたに死んでいただくためです。王族を捨てるってこと？ロゼリア大河、トラビスとトリッシュ、川辺で思いもよらぬ拾い物をする。頭、こっちです。カルスに疲れてんだけど。行き倒れか？確かに随分立派な身なりだな。親父、例の懸賞金の話覚えてるよな？はあ、俺もちょうど考えていたところだ。ひょっとするかもしれねえぞ。親父見ろ、こいつの指。王家の紋章のついた指輪。こいつは間違いねえ、ロラン王子だ。影武者的なことをやらせたってことか。遺体は損傷が激しく判別も難しいが、王家の指輪は本物と分かった。今この指輪を持つ者はコーデリア以外には一人しかいない。ロラン王子と見て間違いあるまい。あの懸賞金の方は？タラース、渡せ。はい。気前のいい男は嫌いじゃないね。あっけない。グリンブルク王国の最後がこれですか？守るべきは友より我が身。ウォルフォートは賢明だよ。彼らが王子を手放した今、我らがウォルフォートを攻める理由はない。逃げては見たものの、助けてくれる者はいなかったか。これで
我らがウォルホートにこだわる理由はなくなった。虚しいものです。あなたのお兄様、みんなに裏切られてかわいそうね。この遺体どうやって捏造したんだ。ああ、トラお兄様。コーデリアも気づかない。光と影。終わり。